今日はですね、いつも毎月お世話になっているここ蔦屋ハートブックス西那須野店さんでライブということでですね、どんな日になるかなと思ったんですけど、すごい晴れててですね、外も結構暖かくて気持ちいいです。どうもありがとうございます。いやね、さっきちょっと話したんですけど、この時期ね、こう暖かくなるといろいろ冬とはまた違った感じにね、この辺りもなってきて、さっきはね、ちょっと牛さんの匂いがするな、この辺りなんて言ったんですけども、あとですね、あそこにいらっしゃいます、僕らのお世話になってる F さんミュージックの社長さんがですね、花粉症で目が開かないと完全にそれで僕らですね、一言だと思って、さっきはね、そこのエクセルシオルカフェで F さんを馬鹿にしてたんですけども、さっきちょっと僕ですね、ライブ終わった後車で休んで出てくると、どうやら 鼻がムズムズして怪しいという、なんかデビューしそうな今日この頃ですけど、うちのメンバーみんな大丈夫なんですか？ユリアナイス大丈夫ですか？スペースのマッシュが大丈夫ですね、大丈夫です、無縁です。やばいです、この後僕だけ花粉症の花粉症になっちゃうんですかね、このままちょっとぜひぜひならないように、日頃の行いとか関係ないですかね、これ。はい。ジモン寺門さんみたいな。はい。すごいマスクを。マスクして、じゃあ。次こっちへ来るときはマスクして。月花粉対策バッチリ来ようと思うんですけども。まあまあまあ、そんな春めいてきたこの季節に、僕らのですね、去年リリースしたアルバムに、この曲を、この季節を歌った曲がありますので、ぜひぜひ。アコースティックでアレンジして歌いますので聴いてみてください。では次続いて聴いてください、春。Oh,